もさ、どうしていいか分かんないっす、マジで。なんか、あんだけ配信を金のためにつけるのがきつかったのに、今この枠つけても1円にもなんないのに、なんかもう不安で不安でっていうか、なんかこのなんていうの、もう家いてもさ、なんか家いて一人でいても病むしさ、なんもできねえし、なんかわかんないけど、なんか喋ろうかなと思って枠取っただけ。どうしたらいいんや、マジで。マジでどうしたらいいんだろう、この先。マジでどうしたらいいんだろう。いやー、ガチで積んだわ。ガチで積んだ。マジで積んだ。こればっかりはもうどうにもなんない。いくら配信しても0円だぜ、これ。いや、差し押さえはね、そういう問題じゃないでしょ。てか、どうしたらいいんだろう、マジで。本当にどうしたらいいの、これ。マジでこれ、どうしたらいいの。法的にこんなの許されていいの、これ。全額差し押さえとか、もうどうやって生きていくのだって、マジこれ。マジで。もう生きていきようがないじゃん、こんな。こんなの許されていいのかよ。でもこれじゃ、だってさ、仕事ができないわけじゃん。だってさ、これで仮差し押さえでさ、別に俺がそれなりの額を差し押さえられてるんだったら確かに効果あるかもしれないけど、全然差し押さえ金額大したことないからね。こんなの。逆に俺が稼げなくなるだけやん、これ。
いや、6万とかめちゃめちゃ大金だけど、正直その裁判だどうのこうのっていう話になったら6万って別にね、そんな裁判の話の中の6万ってもう微々たるもんじゃないですか。普通の金額で言ったら大金だけど。この間の爆投げのは大丈夫だったの？あれは大丈夫でした。もうあれ、出勤してなんかいろいろ支払ったからね、支払いとか。あれは大丈夫だった。まあ、大丈夫だったって言い方も変なんだけど。6万ぐらい、6万4千ぐらいが換金できない状態。どうすんのこれマジで。私以前預金口座の差し押さえされたけど、その後時の残高がゼロになるけど、その後の入金されたら大丈夫だった。いや、それは嘘だね。そんな差し押さえないわ。そんな差し押さえあるわけないだろ。しかも俺の場合、ノーマルな差し押さえじゃない、仮差し押さえってやつだね。てか、こんな仮差し押さえなんていう制度があるの初めて知ったわ。こんなさ、確定もしてないのにさ、裁判で俺が負けることが確定もしてないのに差し押さえするなんて、そんなことできるんだ。マジで。そんなことできるんだ。いや、こんなもんできないかと思ってたってか、できないと思ってか、そもそも発想がないよね、そんなの。そんなんできるわけがないとすら思わない。弁護士は取ってないっす。いや、弁護士雇わないとあかんけど。違うね、弁護士とか今日電話したんだけど、状況説明したらさ、うちではなんか扱えないって言われた5件ぐらい。で、前相談した弁護士さんが、なんか、最短でも8月22日なんだって、相談できるのが。で、あとそれとは別に弁護士会にも電話したんですよ。で、弁護士会が今日休みだった。まあ、ちなみに俺んちってほら田舎だからさ、都内とかだったらね、結構いろんな弁護士探せるんだろうけど、ここからだときついよね。弁護士って言ったって多分そんな、なんか優秀な人とかあんまいなそう。ってか、そもそもがこのパターンはうちやってませんよみたいなの全然あるしね。どうしたらいいんやろ、マジで。
いや、取り下げたってのは本当ですよ。あんまり、これぐらいだったら言ってもいいと思うけどさ、本当に前の弁護士はガチで取り下げの通知書来たんだよ。だから別の弁護士は取ったんじゃない。いや、嘘じゃない、本当だよ。別そんな嘘ついたってしょうがないし。もしかしたらだ、もしかしたらだけど、前のその前の事務所は、前の弁護士はね、その要するに自分の悪いとことかも多分言っちゃった。俺に対して侮辱したとか、そういうのも多分、じゃあね、こう訴状を書くときに、作成するときに、自分もそうやって侮辱しましたとか多分言っちゃったのかなって、これは俺の予想なんだけど、そうするとね、これ別に民事やったところで、こんなのあなたも言ったんだったら、そんなね、そもそも訴えられなかったりとか、あと訴えたところで、こう別になんか裁判費用とかいろんなこと考えたら、こんなの別に割り合わないですよみたいな、そんな感じになったんじゃないのかなって勝手に俺が予想する。で、弁護士変えて、なんかこう、自分が侮辱した部分とかそういうのを別に言わないで、俺の非のところだけをこう、弁護士に相談して、で、依頼したのかなって勝手に思ってるけど、そうじゃなかったら弁護士変えた意味よ。いや、まあ違うかもしれないけど、弁護士変えた意味が、だって、どういうことなんだろうって感じなの。わかんないっすね。すごいな、配信してても1円にもなんないっていうのは100%ならんから、もう投げる人来る来ないとかっていう次元じゃないよ。100%ならないってやばくないこれ。なんかさ、失ってから気づくもんってあるよね。なんかさ、全然昔に比べたら投げ銭とか減ったなとかっつっても、まだ投げ銭が来るかもしれない状態で、たまにでも花火飛んでることが、どれだけこれ恵まれてたかっていう。こんだけさ、こんだけ、どんだけやったって1円にもなんない、投げ銭絶対来ない、このペンギン枠にしてるから。1円にもなんないのよ、ずっと話してても。この最悪の状況を考えたら、まあ、考えたらっていうか今経験してますから、たとえ枠つけてバーガー1個でも来るかもしれないってなって、すげえ恵まれてたんやなって。趣味、いや、もう趣味っていうか、もうなんか純粋にどうしようって感じ。だってもうさ、憂鬱でさ、もうどうなんのこれからって思って、憂鬱でもうどうすることもできない。でも別にさ、外出かけたところでさ、何にもなんないしさ。
家いたってなんか憂鬱で何も手につかんし、これどうしたらいいんだろう。だってこれ実質仕事ができないよね。仕事っていうか配信ができないから、収益化できる配信が実質、実質だってこれできんや。で日々金だけは減っていく、絶対増えないのに。終わった。マジで終わった。マジで終わった。訴状が届いてるのに裁判ってどうして分かったの？だからもう仮差し押さえをされてるから、ふわっちが仮差し押さえをされてるから、まあつまりそういうことなんですよ。だって民事をするつもりがないのに仮差し押さえなんかしたら、逆に損害賠償請求できると思うんで、こっちが。いやただの嫌がらせになっちゃうじゃん。そしたらこっちがね、資金を拘束されるわけだから、それに対するさ損害賠償って絶対請求できると思うんだけど。そうだから、あのやってくるってことは要するに、まあ民事をしてくるってことなんですよ。そう、そんな何の理由もなく したらそうなっちゃうから、だから民事してくるのは確定だと思うんだけど。知ったかじゃないよ、ちゃんと調べてるからこっち。だから仮差し押さえするときにね、あの担保金ってのが必要なんですよ。その不当な差し押さえしたときに、相手側にその損害賠償を払うその担保金が必要で、それがないと仮差し押さえがそもそもできない。要するに訴える気もないのに仮差し押さえだけしたら、ただの嫌がらせになるじゃん。まあ、そしたらまあその担保金から支払えるんじゃない。いや仮差し押さえなんか知らんかったわ。だちゃんと調べたんだよ。な、知らねえよそんなの。別に法ね、俺弁護士でもないんだからさ、そんな知らないわ。こんな制度あっていいのかよ、マジ。どうしたらいいの、これから。てか、こんなのがさ、法律で許されてることにびっくりしたわ。マジで何もできないじゃん、こんなの。マジで何もできないやん。したらいいんですかね、マジで。いや、銀行は昨日下ろせた。でもこれもいつ抑えられるか分かんないや。
今調べたけど、なんか銀行の場合は若干できなくはないんだろうけど、若干難しいらしい。フワッチとかはクソ簡単っぽい。でもさ、これすぐ訴えてこなかったら多分嫌がらせになっちゃうから、多分ある程度ね、それなりにすぐ訴えてこないと、多分逆に相手が損害賠償払うみたいな感じになるんじゃない？多分わかんないけど。だってこれさ、訴える気がないのに仮差し押さえだけやったらただの嫌がらせになっちゃうじゃん。で、しかもあまりにも裁判の長引かせたらみたいなあるじゃん、なんか。まあ、でも途中、多分ね、その最初のこの差し押さえた後の、まあ、知らない、俺、専門家じゃないか知らんけど、そんな、なんか、明らかな、多分伸ばしてたら、多分そういうふうに判断される可能性はあるんじゃない、知らんけど。知らないっすけどね。専門家が差し押さえてんだから、そのあたりちゃんとしてる。まあ確かに。確かにな。確かにこれやってんの弁護士だろうから、それはさすがにちゃんとしてるか。確かに。どうしたらいいんだろう、マジで。いや、俺マジで多分配信人生で一番ピンチだと思う、これ。ガチで配信人生で一番ピンチだと思う、これ。もう詰んでるもん、本当に。ガチで詰んだわ、本当に詰んだ。何するんだ。いや、そう、別に配信サイトを変えても意味ないんだよ。簡単に。また仮差し押さえていける。だってフワッチができたんだから、他のサイトだって簡単にできるだろ。そんなの意味ないんだよ、そんなの。やったとこで意味がない。別に他のサイトで収益化しようとしても、
調べたけど、なんか別に数千ぐらいでできるらしいからね。仮差し押さえなんて。数千円ぐらいでできるらしいよ。あと、なんか早ければ2、3日でできるらしいよ。本当にもうやだ、もうやですね、本当に。反省の気持ちはないって。いや、俺もめちゃめちゃ嫌がらせされてるんでね。マジでさ、なんか法的になんか、しかもこっちやられてる側だから俺だけが悪いみたいな印象を受けると思うね、ここだけ見たら。俺もマジでいろいろやられてるからね、本当に。まあ、あんまりこう喋ると裁判に不利になると思うんで言えないけど。今回は答えてるってか、だってもう無理じゃん、だってこれ。今までで一番詰んでるよ、これ。だって配信が収益化できないなんてもう終わりじゃん、だってもう。本当に終わりじゃん、もう。だって投げ銭が最近飛ばないなとかっていう次元じゃないからね。絶対無理だからね、もう。絶対1円にもなんないんだよ、配信やってたって。これはマジで詰んでる。ほんと、生粋の無職になった。生粋の無職だよ、本当に。いや、今まではなんだかんださ、こじきだな、ね、ニートだとか言われても稼いでたから、そんなみんなにそう批判されても。マジの生粋の無職だよ、これ、本当に。1円にもなんないんだもん、だって。ああ、もう終わろうかな。もう1円にもなんないし。不安だけど。終わるかもしれません。もう